始めていいのかな。はい、もちろん。よろしいですか。はい、ありがとうございました。はい、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。でね、さっき事前に清水さんからメールいただいて、今日はいつもの僕のお笑い心理塾に来られてない方が半分ぐらいいらっしゃいますというメールいただいたんで、それがどういう意味かまだはっきり分かってないんですが、一応初めてここに来られる方ちょっと手を挙げてみてください。はい、分かりました。はい、正月早々で、しかも皆さん本当なら成人式に出なきゃいけないのにわざわざここに、騙されてかどういうわけか来ていただいて、本当に今年は運が悪い、というふうに思っていただいて帰るしかないんですけど、で僕の他のところ、例えば東京とかでやってる講演会とか講座にもう全く来たことないで、今日生で僕のなんかこういう会に来るの初めてって方ちょっと手を挙げてください。あ、結構いらっしゃる。はい、生で初めてって方はがっかりされると思うんですけどそういう方々が結構、いつもはねもうほとんど常連、年間通しての講座なんで、いわゆる常連の人ばっかりで、かなりなんていうのかな、ギリギリやばいこと言っても笑って済ませていただけるという感じなんですけど、今日は初めての方もいらっしゃるので、少しは真面目に、語っていきたいと思います。で年間通してねお笑い心理塾を、10回、もうかれこれ何年かになるかも忘れてますけど、何年になるか覚えてる？7年目です。はいね、でそれがね毎年、2月スタートで、でそれから8月のお盆の時は抜いてということの合計10回なんですね。で2年か3年ぐらい前から、1月にそういう年10回の心理塾とは別にね、新春お笑い漫談か何か、やったら いかがでしょうかということをなんとなく、どちらからともなく言って、で結局は2年ぐらい前から、やるようになってます。で、そこでね、清水さんからのご依頼というのが、今年どういうふうに世の中がなるんだろうかとかね、今年何をした方がいいのか、何をしちゃいけないのかと、年の初めで皆さんもね、よっしゃ今年こそは何かやろうとかね、今年こそは値だめしとくぞとか、本当に、いろんなことを正月って、思ってその通りに動き始めるタイミングですから、その何か参考になるようなプラスになるようなお話がいいんじゃないでしょうかという雰囲気がね、ずっとひしひしと、伝わってくんですよ。でもねあんまり僕真面目じゃないんで、どんな話にしようかなと、僕自身もさっき新幹線乗ってね、新幹線の中で少しどんな話にするか考えてみるかなと思って品川駅から乗ったんですけどね、気がついたらあっという間に名古屋過ぎててつまり寝ぼけてしまって、で名古屋過ぎちゃったと思ったらね、ってもうあっという間にもう新神戸ですよ。で従ってね、何にも考えてないわけですよ。この状態で なんとなくこうやって話し始める、
のってね、ある程度準備がいるんで、こうやって延々くだらないと、ね、ごまかして、その間にね、なんか神様からいいのがインプットしてこないかなと思って、さっきからね、おーいっつって頼んであるんですよ。でやっと少し降りてきたので、実はね、まあ、いくら清水さんに言われてもね、僕はあの超能力者でも、僕自身はね、超能力者でも預言者でもないんですよ。僕は何人か存じ上げてます。超能力者も知ってるし、預言者も知ってますし、あの本当にあのすごい本物の超能力者、預言者は知ってます。で本物でない人は僕好きじゃないので、あのもうたとええー、どっかで会ってももうすぐ忘れることにしてます。でまあそういうね、すごい預言者、すごい超能力者ではないので、今年どうなるかとか、そんなことを僕に聞かれてもね、困るんですよ。僕に聞かれてもね。でもね、今年どうなるかは僕分かりませんけど、近々どうなるかはある程度分かってるんですね。というのは僕の周りにそういう方々がいらっしゃるから教えてくれてるんですね。あるいはもっと他の情報もね、ちゃんとしたきちんとした情報が、例えばアメリカ航空宇宙局とか、そういうとこから流れてきてるのだけはキャッチしてて、で今今後のね、日本を取り巻く、つまり皆さん含め我々を取り巻く状況がどうなるかっていう中でね、一番確実に予測できてること、予言じゃないですよ、予測できてること、すでにが一つだけあります。だからね、これをまずお話しして、で今年はまだそれに対して2年間猶予があるので、でも2年しか猶予がないから、それなりの準備をする年にしないといけないなと僕自身も思ってます。で、これに気づいてる方はもうすでにね、去年ぐらいから動いてんですよ。皆さんも多分ご存知の方もいらっしゃるかもしれない。皆さん、まあ、清水さんの周りにこうやってね集まってくださる方々は、割といわゆる精神世界、霊的な話、スピリチュアル系の話お好きで、まあそういう例えばアネモネとか、月刊ムーとか、まあそういう雑誌、見られる方々が多いと思うんですけどね、そういう雑誌に寄稿してる、いわゆる自称霊能力者、自称超能力者。